私自身がその特に近年中心として研究をしてきたのが、共振器 QED 共振器量子電気力学という、光共振器の中に光の量子である光子を閉じ込めて、同時に原子も閉じ込めて、それらのその性質や振る舞いを解き明かすというそういう分野なんですけれども、その中でその光と原子を閉じ込める共振器として、ナノファイバー共振器という、独自に開発した共振器、これを開発することで、それを共振器とするナノファイバー共振器 QED 系というのを実現しました。これまでにない全く新しい方式の量子コンピューターのプラットフォームになる、なり得るということを見出しまして、さらにはその量子コンピューターを多数つないでネットワーク化した量子ネットワークの実現を目指した研究開発を行っています。いわゆる量子ネットワークであったり量子コンピューターをこう実装するにあたって、ハードウェアの方式というものがですね、もう本当にいくつもですね、世界中で提案されているんですね。その中の方式を見てもですね、こう青木先生の開発された共振器 QED 方式と言われるこの技術はですね、実は世界のスタートアップ大企業を見てもこの技術の実用化を推進しているのはナノ QT 唯一と、世界を見渡してもオンリーワンだというふうに思っております。従来のコンピューターの動作原理ではとてつもない時間がかかってしまって、事実上解けない種類の問題っていうのがいっぱいありまして、それが量子コンピューターの実現によって、効率よく解けるようになると、例えば物流の最適化とかですね、金融業界で言えばポートフォリオの最適化とか、高効率に今の従来のコンピューターでできないような応用ができてくるということが期待されています。見ているタイムラインであったり、こう市場にこうプロダクトを出していくという、プレッシャーですねも含めてですね、やはり圧倒的にスタートアップのが大きいというところはやっぱりあります。その環境下であるからこそのですね、こうスピードであったり、その仕事のクオリティもそうですけれども、やはりスタートアップにすることによってのですね、こう技術開発の観点でのこうメリットというのは多くあるというふうに思っております。その欧米の研究者たちはそのスタートアップでの研究開発によって、大学だけで、あるいは国の研究所だけでやっていた時とは比べ物にならないスピードで、研究開発を加速化し、規模もどんどん大きくしているっていう、そういう状況が作られていて、でそれをぜひ日本にも作りたいと、そのまま大学の中で埋もれてしまって兼ねなかった技術、あるいはその技術になる前の研究のシーズが世の中に出すところまでつながる、それがスタートアップの 役目なのかなと思いますね。一つやはり企業に関して言えることは、こう企業はもちろんその、創業者という名前がございますが、一人でするものじゃないというところ、やはりチームがあってできて、初めてこう創業できるものだというところですね。ぜひですね、こう何かアイデアがある研究者であったり、こう学生の皆さんは、自分の思いをですね、こう周りの人に共有して、自分と共感できるようなですね、メンバーをこう増やしていくというところと、積極的に自分の支援者サポーターをこう徐々に増やしていくというところが重要だというふうに思っております。スタートアップを立ち上げることで本当に基礎物理学の基礎の基礎みたいな分野の研究で生まれた技術が世の中に、そのスタートアップという仕組みを使って、出ていって、それによってこう本当に世の中の役に立てる、そういう実感が持てましたので、そこはぜひさまざまな分野からそういう流れが出てくると日本全体にとってもすごくいいことだと思います。